ミリテレビハイダンロップ女子オープン初日24日、リフゴルフクラブ、宮城県6591ヤードパー72、リシャッフル前最後の戦い、宮城テレビハイダンロップ女子オープンは、初日の競技が進行中。全選手ハーフターンを終えて、直近3試合連続で、トップゴーに入っている絶好調の黄金世代。 植竹希望が5アンダーで単独首位に立っている。1打差の2位タイに、前週の、住友生命バイタリティレディス、東海クラシックを優勝した、西村優奈。藤本麻子とペソンウ、韓国の3人。3アンダーの5位、タイグループには、ホステスプロの安田博香。 校長の大里桃子ら7人と混戦模様となっている。日本復帰3試合目の渋野日な子。賞金ランキング2位のホステスプロ、小岩井桜は2アンダーの12位、タイグループ。前回大会派者の柏原須賀は1アンダー18位、タイ。原恵里花は、イーブンパーの34位タイとなっている。 渋野ひな子は前半にアンダーシュイト2打差追走今年唯一の東北決戦は第1ラウンドが進行中渋野日向子は前半を2バーディのオーボギーで回り2アンダー10位タで後半に入っている1番パー4で最先よくバーディ発進を決めた渋野日向子 パーオンを続けて迎えた5番パー4では、約2メートルのフックラインを読み切って、バーディを奪い。ノーボギーで、バックナインに突入している。4アンダー、単独首位に、植竹希望。1打、差2位タイには2週連続優勝がかかる、西村優奈。安田博香。大里桃子。 大山志保、浅井咲、田辺光、藤本浅子、別ム韓国が続いている。賞金ランキング2位の小岩江桜は2アンダー1 1位体。前回大会覇者の柏原明日香は1アンダー18位体につけている。今大会終了後には、 今季優勝者 A 級シード以外の全選手を対象としたリシャッフルが実施されるその時点での賞金ランキングによって出場優先順位が組み直されおおむねランキング80位までの選手が終盤6試合の出場権を確保できるとみられているもう1回メジャーで勝ちたくなった渋野ひな子のハワイ 休日に潜入。プライベート空間で語った胸の内とは、全米女子オープン出場、2021上半期ベスト5万2021年上半期、3月から8月。ナンバーウェブで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インタビュー部門の第4位は、こちら。 初公開日2021年6月3日、肩書きなどはすべて当時。ワイキキのストリートとビーチを見下ろすホテルのバルコニーに腰を下ろして渋野ひな子は言った。気落ちしていたわけじゃないんです。でも何を目指して頑張っていこうかなとは考えていました。かなり最近まで無理だなと思ってたんです。 五代目じゃ制覇するって言ったけど、あれ無理だなって、頭上の太陽とは対照的に晴れ晴れとしない告白。しかし、その表情を見て言葉ほど締めっぽさがないことに気づくのだった。最近、渋野日向子あまり笑わなくなったよな、と感じている人がいたら、 それはあまり心配しなくてもいいらしい。彼女は悩んでもいなければ、迷ってもいない。じゃあ、何なのか、考えているのだ。上位には行きたいけど、今はスイングのことやゴルフの内容に関して考えることが多いんです。 今まで何も考えずにひたすらやっていたから、と、渋野日向子は、昔の自分を少し突き放すように言った。優勝した、19年の前衛を見たらわかるじゃないですか。何も考えずにただ振っているみたいな。それが良かったのかもしれないし。それだけじゃダメになる時もあると思ってます。知りすぎてもダメだと思う。 でも昨年は周囲が期待するような結果を残せずにいたが終盤に復調して12月の全米女子オープンでは優勝争いを演じた今年の開幕直前に掲げた目標は自分を知ることだから今も考えているテイクバックを変えた新しいスイングのこと ウェッジを4本にしたアプローチのこと。コースマネジメント。これからのキャリア。時々はおやつのことも。それだけあれこれ考えている最中にニコニコできる人間はあまりいない。表情は自然と固くなる。というか真顔になるだろう。知りすぎてもダメだと思う。 ゴルフとは経験や知識が邪魔をするスポーツでもある。でも、今のところ怖さまでは分からない練習場に行っても、周りに選手はおらず。その日のメニューやテーマは自分で決める。一人でいる時間。考える時間。日本人の姿がほとんどないハワイで、 そんな一週間を過ごす彼女に、改めて全英優勝以降のフィーバーについても尋ねてみた。みんな解説したがりだな。他人のことをね、疲れる疲れないで言えば、疲れますかっこ笑い。ここまで盛り上がる必要があるのかなって自分でもついていけなかったですもん。 今も慣れてはいないです。注目されるのは嬉しいし、ありがたいこと。でも、一人でいる時間は、すごく好きになりました。昨年は、コロナ禍で無観客開催が続き、メディアに取り囲まれることもなくなった。それでも、部の日向子はいつも話題の中心にいる。 スイングの変更。コーチとの別離。石川亮からの助言。何かをすれば、すぐに賛否が渦巻く。頼んでもいないのにデリバリーされてきたピザみたいだ。渋野ひな子はただただ不思議に思う。いろんな人が意見を言ってくれるけど、他人のことなんてほっとけばいいのにって。 かっこ笑い。1から100まで全部説明するつもりはないし、それを理解してほしいとも思わない。そうやって、ね。面白いなと思って。ほんとみんな解説したがりだなって。他人のことをね。まあ。そうやって言う、あれ。 何の話だっけかっこ笑い周りの声に腹を立てているわけじゃなく、木に病んでいるのでもない。駅で反対のホームに立っている人を見る気分に近い。自分に干渉はしてこないが、なんとなく視界には入っている。というような、松山さんは10年で続けて、 やっと勝った前衛で日本女子42年ぶりのメジャータイトルを獲得した後目標に掲げたのは女子5大メジャー完全制覇だったしかし昨年約2ヶ月にわたって米ツアーに継続参戦したことで現実を思い知ったツアーのレベルが高すぎて自分に足りないものがたくさん見える 見えすぎちゃう、インタビュー直前のハワイでの大会も、優勝した元世界一位のリディアコには15打差をつけられた。あと15打縮めろと言われても今は無理。5大メジャーなんてなおさら、というのが偽らざる心境だった。そんな心の投下となっているのが、 ハワイから7000キロメートル以上離れたオーガスタで誕生した日本男子初のメジャーチャンピオンの姿だった。私とは全然ストーリーが違いますよね。私は初出場で行ったら勝った。みたいな感じで。松山さんは10年で続けてやっと勝った。自分もメジャーに勝ったけど、 いろんなことを経験したり、苦しんでいた人が勝つのは全然違うなってその上で湧き上がる思いを感じている。5大メジャーというよりも、もう1回メジャーに勝ちたい。それが目標になりました。これからもっと苦労してメジャーを勝てたとき、 多分前衛で勝った時とは全く違う感情になると思うから。そうしたらもっといいことが喋れそうかっこ洗い太陽は依然として頭上にあった。どこまでも青く広がる海を眺めながら、渋野雛子が考えていたのはそういうことだった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。